平野紫仕様、新たな広告企業に賛否両論、コミュニティの反応が分かれるわけ。サントリーの清涼飲料水、ミスジンソーラのページがリニューアルされ、新しいイメージキャラクターが登場しました。この新しいキャラクターには片目だけが見えている状態が描かれ、ネット上では早くも、ナンバー、愛の平野紫仕様さんではないかという予想が飛び交っています。 サントリーは平野さんの誕生日にお祝いのメッセージを投稿しており、また画像の隙間から、もや、テルのような感じが見えるとして、ファンたちは期待と興奮の声を上げています。平野紫耀さんはかつてキンプリのメンバーとして活動し、昨年にはグループを脱退して新たな事務所、戸部に所属。ナンバー、愛として神宮寺雄太、岸雄太と共に新たな活動をスタートさせています。彼の、 スジジンンソーダののの広告企業に対して、て一部の旧ジャニーズファンからは反感の声が上が上っています。サントリーは平野使って恥ずかしくないの平野について何とも思わないけどサントリーのやり方については考えるような。ジャニ育ちの平野をすがすがしいとして起用するのは意味わからん。北斗くんのオールフリーの CM の件は今でも根に持ってる。これらのコメントからは 一部のファンがサントリーの広告戦略に疑問を抱いていることが伺えます。ジャニーズ事務所の性加害問題が話題になったこともあり、ファンは広告企業に対して慎重な姿勢を見せています。昨年、旧ジャニーズ事務所を脱退し、新たな事務所である戸部に所属している平野志洋さん。彼の起用が確実視される中で、ファンの期待と反感が入り混じる様子が見受けられます。 特に、広告におけるジャニーズ出身者の起用が過去に問題視された経緯があり、これが一部のファンに反感を引き起こしています。ぴったりの人いたのに、一部の旧ジャニーズファンは、平野潮さんの起用に対して疑問や不快感を表明しています。サントリーが以前にジャニーズ事務所出身者を広告に起用した際、一部のタレントに対しては不評が広まり、広告が消滅するなどの影響があったことが記憶に新しい中、 平野さんの起用に疑問の声が上がっています。一方で、神宮寺優太のイメージカラーがターコイズブルーで、ミスジンソーダのカラーと似ていること、愛性のジンも共通していることから、ジンソーダであのカラーならジン君で、しょといった声も聞かれます。一部のファンは神宮寺の起用を期待しており、平野の起用に対しては、ぴったりの人いたのに、と残念がるコメントも見受けられます。一方で、同じくナンバー、 愛のメンバーである神宮寺雄太さんの起用を望む声も聞かれます。ジャニーズ時代のイメージカラーが、ミスジンソーダのカラーと似ていることから、神宮寺さんの方が適任ではないかとの意見も参見されます。コミュニティ内では様々な声が渦巻いており、平野紫耀さんの新たな挑戦がファンや非ファンを問わず注目を集めています。これがナンバー、愛の新しい展開につながるのか、今後の発表が待たれるばかりです。 賛否両論が渦巻く中、コミュニティ全体の意見がどのように形成され、影響を与えるのか、今後が楽しみでなりません。平夜の広告企業をきっかけに、ナンバー、愛全体が広告に登場する可能性に期待するファンもいれば、今後の続報に注目しているファンもいます。サントリーの広告戦略がコミュニティをどのように巻き込んでいくのか、今後の展開が注目されます。